さっきの話の続きだけどさ。さっきの話？何の話ですか？平行世界の話。鋼さんや小耳ちゃんの世界には信長さんはいないの？さあ、織田信長という人はいるのかもしれないけれど、有名人ではないわね。私の世界では人は持って生まれた才能にふさわしい生き方をするの。もしかしたら私の世界の信長さんは武将よりも向いている才能を持っていて、そっちで活躍してるのかもね。信長様が武将以外のことをしている姿が想像できません。小耳ちゃんの世界は？わらわの世界の織田信長か？知らんな。そもそも戦に明け暮れているこの世界がおかしいのだ。天の意志は常に正しく、必要なものは全て地にある。祭りごとのために人を殺すなど愚か者のすることだ。とはいえ、この世界にはこの世界の断りがあるのだろう。わらわが口出ししようとは思わん。というかどうでもいい。はあ、小耳ちゃん難しいこと言うな。それはそれとして、あの信長というおっさんの人を人とも思わぬような態度は気に食わんがな。それは小耳さんが信長様のことをよく知らないだけです。よく知るほど長く付き合おうとも思わん。お主よく胃がすり減ってなくならないな。信長様のこともっとお話ししますから。その話後で聞かせてちょうだい。今は目の前のことに目を向けましょう。わかりました。後で信長様のお話させてくださいね。門までもう少しですね。早く行って門番を倒してしまいましょう。どうしたの、イオちゃん。早く魔王の祭壇にたどり着きたいのは確かだけど、それにしたってそんなに急がなくても。だってここを通り抜けたら信長様のお話をできるんです。そう思ったら私嬉しくって。そういうことね。あ、ごめんなさい。崇高な使命の最中なのに不謹慎でした。お詫びに門番に突撃して爆散してきます。やめて、爆散しないでいいから。でも好きなことや好きな人の話を人にするのって楽しいもんね。わかるなねえ小耳ちゃん。うむ、こういう時でなければこれまでのわらわの活躍をいくらでも聞かせてやるのだが。なるほどね。小耳ちゃんは小耳ちゃんのことが大好きなのね。確かにわらわはわらわのことが好きだが、それのどこが悪いというのだ。悪いなんて言ってないわ。自分に自信があるのは素敵なことよ。ならばなぜ笑っておる？だって小耳ちゃんがすっごく可愛いんだもの。うんうん、小耳ちゃんは可愛い。な、紬、お主までなんだ。わらわは可愛いのではない、偉いのだ。そして強くてかっこいい。それも知ってるわ。全部小耳ちゃんの言う通りだと思うな。ぐい、なんだか知らないが言い勝った気がせん。いいよ、行くぞ。さっさと門番を倒してお主の話を聞いてやる。わかりました。では参りましょう。
みんなよろしくね。心して参りましょう。落ちれば地獄へ真っ逆さまだぞ。落っこちないでね。それ。敵が出現したわよ。なんだか嫌な予感がするわね。ちょっと強そうな気がする。周囲をよく見るのだ。雑魚に飽き飽きしていたところよ。赤色の悪い戦は嫌いじゃない。みんな行くよ。鋼さん、まだまだ。それそれ、小耳ちゃん、まだ。どこを狙うのだ。どうだ。ラヤン、あいつの動きをよく見て。やるじゃん、小耳ちゃん、任せたよ。どう。質量変化の術、それそれそれ、どうやっ、それだけだったみたいね。無事任務完了。イオちゃんはずいぶん信長さんを信頼してるみたいだけど、あの人どういう人なの？そうですね、私は小さい頃に戦で家族を失って信長様に拾っていただいたんです。それ以来織田家に仕える忍びとして生きてきました。そうだったんだ、知らなかった。信長さんやっぱりいい人なのね。ふん、自分で起こした戦のツケを自分で払うのは当然だ。本当の善人ならば最初から戦など起こさん。小耳さんの言う通りかもしれません。でも信長様にも戦をしなくてはならない理由があるんです。そのお話をしますね。戦をしなければならない理由、聞かせてもらおうか。私、忍びの修行を始めてから10年ほどは信長様にお会いすることはなかったんです。え、それも意外。ずっと一緒にいたっていうか、信長さんに育てられたのかと思ってた。私もそんな感じだと思ってたわ。イオちゃん、信長さんに懐いてるものね。
そんなわけないじゃないですか。とってもお忙しい方ですし、雲の上のお方なんですよ。お城におられることすらめったにないんですから。そう言われると私も総理大臣に会ったことないし、それと似たような感じなのかな。でも私の方は忍びの修行を続けながらずっと信長様のことを見ていました。だが10年経って、10年、つまり最近の話なのか。お主ついに信長と直接会ったということか。はい、信長様は毎年対馬のお社のお祭りを見物に行かれるんです。人手が多いとスリが出たり、酔っ払った人が喧嘩したり、私たちはそういうのを取り締まる警備の任務があって。ああ、お友達とお団子を食べたってお祭り？紬お姉様には少しお話ししましたね。そうです、その時のお話です。実は、もうちょっと込み入った事情があって。警備の任務中、屋台で食い逃げした人を捕まえて、番所のお役人へ引き渡しに行ったんです。そこに偶然、信長様がいらっしゃって。食い逃げの話を聞いた信長様が、とてもお怒りになったんです。民草が楽しみにしていた祭りで騒ぎを起こすとは許せんって、もうすごい形相だったんですよ。食い逃げをした人、それを見て震え上がっちゃって。それはそうですよね、たかがと言ってはなんですが、食い逃げをした程度で殿様の怒りを買うなんて思ってなかったでしょうし。それでそれでどうなったの？鬼のような顔をした信長様が食い逃げした人の頭に原骨を落としたんです。それも特大級の。あのおっさんの原骨か。食い逃げ程度で命を落とすとは不運だったな。死んでませんってば。でも腰が抜けちゃって涙を流しながら謝ってました。その後、信長様が食い逃げを捕まえたご褒美にって私たちにお団子をご馳走してくださったんです。それどころか食い逃げした人にもお団子を食べさせて。え？なんで？私も不思議に思いました。だから思い切って信長様にお聞きしたんです。どうして捕まえた罪人に食べ物をあげたんですか？あの男とて腹が減ってなければ食い逃げなぞしなかっただろう。そう思っただけだ。あの、でも。分かっている。今あの者に食べ物を与えてもその場しのぎだということはな。明日になれば腹が減ってまた食い逃げをするやもしれん。だが祭りの夜くらいいいではないか。信長様、いよいよ今日のことを忘れるな。民草に食べ物が行き渡らないのは為政者のせいだ。俺は俺の不甲斐なさが悔しい。信長様、私のことを覚えていてくださったんですか？忘れるものか。伊予とは俺がつけた名だ。戦で焼け出され
行く当てのないものが出るのも同じこと。自分で起こした戦の後は全て覚えている。俺は天下を手に入れる。戦がなくなるまで戦に勝ち続ける。それしか方法を知らん。約束だ、いよよ。いつか戦のない世界をお前に見せてやる。そのために俺に仕えろ。は、はい。その時、信長様にお仕えしていてよかったって心から思いました。戦がなくなって、みんな安心してお祭りを楽しむことができる。そんな世の中にするためなら、私何だってします。そんな信長様から魔王の力で天下を横取りしようとするなんて絶対に許せません。って、こういうお話でよかったですか？あんまり面白くなかったかもしれませんけど。ううん、めっちゃいい話だった。感動しちゃった。信長さんにそんな一面があるなんて意外ね。ちょっと可愛いかも。戦によって戦をなくすか。あの男にも大義はあるのだな。信長様は行動と結果で示せば良いとお考えみたいで、この話を知っているのはとっても少ないと思います。世間には信長様を鬼の化身だっていう人もいます。でも私は知っています。あの方が抱いている優しい野望を。魔王を倒してまたお祭りに行きたい。信長様の野望に比べればちっぽけだけど、それが今の私の夢です。そっか、そうだよね。信長さんのためにも頑張ろう、イオちゃん。お祭りを楽しみにしてるみんなのためにも。ありがとうございます。信長様のためにも、紬お姉様のためにも、私頑張ります。もう一踏ん張りだ。あと少しで魔王の祭壇にたどり着く。本当にようやくだよ。冥界ってどこがゴールか全然わかんないんだもん。無限にたどり着かなかったらどうしようって思ってた。何が待ち構えているかわかりません。信玄ちゃんと謙信さんのこともあります。十分に体制を整えて万全を期しましょう。いよいよ大詰めってところかしら。このまま紬ちゃんが魔王の首を切り落として、それで終わりっていうのがいいわ。寝ているところにこっそり忍び寄って首を切り落とすなんてやりたくないな。ちょっと残酷すぎない？紬ちゃんは甘いわね。それがいいところでもあるんだけど。それじゃあみんなで紬ちゃんの刀に手を添えて一緒にやりましょう。紬ちゃんは目をつむっててもいいわ。それならできるでしょ。私も微力ながら力をお貸しします。魔王の首さえ手に入るのなら何でもよい。前にも言ったが、わらわは一人でもやるつもりだったのだ。うん、それなら大丈夫かも。相手は動かないんだもの。
一瞬で終わるわ。魔王が蘇っていないということは、信長様が明智様に追いついたんでしょうか。とすれば、光秀とやらもう生きておらぬか。そうね、これだけ派手に信長さん相手に喧嘩を売ったんですもの、話し合って仲直りしたってことはないわよね。ん？ちょっと待って、光秀さんが死ぬってそれはそれで歴史が改変されてない？わかんないけど、元の歴史では光秀さんまだ死なないよね。あの、ごめんなさい、私にはわかりません。ごめん、今のは質問した私がバカだった。そっか、伊代ちゃんにとっては未来の話なんだもんね。光秀さんがどうなったのか知ってるわけないのか。なんで教科書をなくしちゃったんだろう。あの時信長さんと一緒に行くべきだったのかもしれない。取り乱すな。まだ光秀が死んだとは決まっておらんし、歴史がどうなるかもわからん。少なくとも魔王が蘇るより光秀さん一人が犠牲になった方が歴史への影響も少ないんじゃないかしら。それはそうかもしれないけど、でも、ふん、後の話は後で考えればよい。なるようにしかならんのだから。あら、私のセリフ取られちゃった。そっか、そうかもしれないね。そう考えたらちょっと気が楽になったよ。それよりも紬、お主の世界のことを教えろ。ここまでわらわたちの話ばっかりではないか。わらわは未来というものにすごーく興味があるぞ。私の世界のことか。改めて聞かれるとどう説明すればいいのか困るな。あの、紬お姉様がたびたび言っておられる JK って何ですか？ JK はね、女子高生の略なの。いや、略してもそうはならんだろう。伊予の世界ではそうなるのか？それとも未来の人間がどうかしているのか？私に聞かないでください。 JK なんて言葉聞いたことなかったし。とにかく女子高生を未来っぽく略すと JK になるの。私の世界には学校っていうものがあって、子供はみんなそこに通って勉強するんだ。学校には小学校、中学校、高校、大学っていう種類があって、大体年齢で通う学校が分かれてるのね。私は高校に通ってる女子だから女子高生ってわけ。未来人はそんなに勉強するのか？そんなに勉強しているのに紬はなぜアホなのだ？成績は中の上くらいだし、そんなにアホでもないと思うんだけど。子供はみんな学校に通ってお勉強するんですか？武家の子供も農民の子供も、その忍びもみんな？そうよ、みんな。少なくとも日本、私が住んでいたところではね。それに武家とか農民とかっていうのもないかな。職業として農業についていたりってのはあるけど、身分っていうのはなくって、みんな同じ平等なの。平等、どんな世界なのかまるで想像もつきません。すごいんですね、未来って。それで紬ちゃんはその平等な社会でどう暮らしてたの？
あっちの世界では幸せだった？帰りたい？幸せか。あのね、正直ここに来るまでは自分が幸せかどうかなんて考えたこともなかった。今はめっちゃ幸せだったんだなって思う。そうね、帰りたいな。友達に会いたいよ。でもその前に魔王を倒さなくちゃだけど。で、どうやって暮らしていた？朝はどうやって起きる？どんなものを食べるんだ？どうって、まず朝6時半にアラームが鳴って起きるでしょ？それからベッドの中でスマホいじって。はいはい！スマホって何ですか？アラーム？何がどうなることを言うの？ベッドとは何だ？それはうまいのか？うわあ、ちょっと待って、そこから説明しなきゃなのか。そうだな、続きは魔王を倒した後でゆっくり話そっか。約束だぞ、絶対だからな。それじゃ、ちゃちゃっと魔王を倒しちゃおう。見せてやろう。いくよ、小耳ちゃん。もののけ大使なら手慣れたものだ。ここだ。どうやば、マイチュッポレ。どうだ。じゃあ、ツバメ返しや。くっ、じゃあ、引き下げ。鋼さん、お願い。敵が出現したわ。周囲をよく見るのだ。やばい、チリボタン。それ雷剣射出。引き下げ。いけ。もうここだ。小耳ちゃん、やひょっと、それ倒せたのだ。先を急ごう。なんだか嫌な感じがする。注意して、何か仕掛けてくる。やるじゃん。どうだ。くっ、それ。どこを狙うのだ。それ、まだまだ。それ、まだまだ。鋼さん、しっかり。どうだ。つばめ返し。それ。どう、やば。マリオちゃん、いけ。うじゃうじゃなってきた。小耳ちゃん、無事で。それ、どう、やば。それ、小耳ちゃん、任せた。どう、や。そろそろ目的地だ。先を急ごう。鋼さん、お願い。イオちゃん、よろしく。気合を入れ直した方が良さそう。特大のお見舞いしてあげます。起きます。やっ、スラメ花火。小耳ちゃん、まだまだまだ。鋼さん、
せようなのだ。それ。それ。私でもやれるんだよ。無事、任務完了。あなたたち、どうしてこんなところにいるのです？警告したはずでしょ。ああ、伏木なんとかの人。伏木庵謙信です。人の名前はちゃんと覚えなさい。失礼ですよ。ごめんなさい。伏木庵謙信さんね。覚えました。大変よろしい。つむぎちゃん、こんな人に謝る必要なんてないし、名前も覚えなくていいのよ。やれやれ、かわいそうなお嬢さんです。私をこんな人呼ばわりするとは、どれだけ目が曇っているのですか。鋼さんと言いましたか。つむぎさんに不心得を吹き込んだのもあなたでしょ。吹き込んでないわよ。人聞きの悪いこと言わないでくれる？見れば、装いもハレンチ極まりない。人柄は、見た目に現れると言いますからね。業が深いことです。別にハレンチじゃないでしょ？ねえ、つむぎちゃん？ちょっとエッチかな？とは前から思ってた。つむぎお姉さま、エッチって何ですか？それはその、イオちゃんはそんなこと知らなくていいの。ほら、お仲間にもエッチだと思われているではありませんか。あなた、エッチって言葉の意味知らないでしょ。言葉の意味などどうでもいいのです。あなたはエッチ、それが真理です。だったらエッチで結構よ。私は気に入ってこの格好をしてるんだもの。それにエッチがいい意味である平行世界だってどこかにあるはずだわ。あなたの常識でエッチを測ってほしくないわね。ほーん、三千世界を持ち出すとは。目が曇りまくっていてエッチな割には妙なところで聡明なのですね。お姉さま、お二人は何のお話をしてるんですか？私に聞かないでよ。わかるわけないでしょ。万物は流転し、その意味も無限に存在する。なるほど、それも真理。私が間違っていたようです。認めましょう、鋼さん。あなたは賢い方らしい。申し訳ないことを言ってしまいました。先ほど言ったそしり走りの数々、あれは撤回します。分かってくれればいいのよ。そこまで賢いのに、なぜ魔王の力など求めるのですか？それが私にはわからないのです。話が戻ったみたい。ね、謙信さん、私たちは魔王の力なんて求めてないってば。その言葉は受け入れられません。だったらなぜこんな場所にいるのですか？
魔王の祭壇までほど近いこの場所に。それを理由に私たちを疑うなら、あなただって怪しいでしょ。こんな場所で何をしているの？あ、思い出しました。そうです、こんなところで油を売っている場合ではありません。早くあの子を探さなくては。あの子？私はもう行きますが、決して魔王の祭壇に近づいてはなりませんよ。いいですね。それでは失礼します。終わったか。小耳さん、剣心さんと鋼さんがやり合ってる間ずっと黙ってましたね。あの意味のない会話のどこに口を挟めというのだ。言っただろ、相手にするだけ無駄だと。いいえ、無駄じゃなかったわ。やっと言いまかした気がするもの。そうか、それはよかったな。では魔王の祭壇へ急ぐぞ。顔も三度までという言葉を知らないのですか？あなた、自分のことを仏だって言いたいわけ？亡者の分際でさすがにずうずうしいと思わないの？はて、私ほど御仏の教えを知り、その心に近しい者はいないと思うのですが。御仏だって、うんうん、大体仏でいいよとおっしゃるに違いありません。いいえ、おっしゃっています。私には御仏の声が聞こえるのです。だったらそれは幻聴よ。からくりの耳と交換することをおすすめするわ。忠告しましたね。魔王の力は人が手にして良いものではないと警告しましたね。魔王の祭壇に近づいてはならないと。なのにあなた方は三度も私の言葉を無視しました。三度もです。二度あることは三度あるっていうものね。はあ、ああ言えばこういう、もうへりくつはたくさんです。あなたね、どの口でそういうこと言えるの？ああ言えばこういうへりくつ屋はそっちでしょ。よろしい、御仏の教えを直接あなた方の体に叩き込んで差し上げます。少し痛いかもしれませんが、ありがたく受け入れなさい。残念だな、やっぱりこうなっちゃうのか。できれば話し合いで分かってほしかったんだけど。剣心さん、私たちも急いでるの。力ずくで通らせてもらうわ。仏の顔も三度までという言葉を知らないのですか？あの、自分のことを仏だって言いたいわけ？はっ、やばっ、尻ボタン、それ、それ、やるじゃん、と、や、それ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 、私には御仏の声が聞こえるのです。
うんうん、だいたいホタテでいいよ。そうおっしゃるに違いありません。だったらそれは厳重よ。カラクリの耳と交換することをおすすめするわ。お耳ちゃん、どうぞ。と、やば、今一致で槍の攻撃をうまくさばくのだ。ここだ。へい、やっ、一気サーブ、やります。と、やば、チリボだ。それそれ、償いなさい。それと、これぞビシャモン剣の五感、ついてこれないでしょ。チョコのことすばしっこいな。それそれ、まだまだ、ニング変化の術おきます。それそれ、やります。それツバメハッチ、出た、やるじゃん。と、やば、それコタメさん、お願い、しびれなさい。さあ、ツバメ返し、それどうぞ。もう少しで倒せそうよ。みんな、行くよ。お耳ちゃん、任せたよ。尻尾を触らせてやろう。今度こそ本調子だったはずなのに、この私がここまで押されるなんて。それほどの力がありながら、なぜ悪の道に走ったのですか。ああ、私ならきっとあなたを正しい道へと導けたのに。出会うのが遅すぎました。それが私は悲しいのです。この後に及んでまだ勘違いを認めないの。すごい分からずやっぷりね。どうすれば分かってもらえるんだろう。別に分かってもらえなくてもいいんじゃない。ここで殺しちゃいましょう。それが一番手っ取り早くて後腐れもないわ。それはちょっと。曲がりなりにも相手は私たちを殺そうとしたのよ。ここは紬ちゃんが住んでいた平和な世界とは違うってこと忘れないで。鋼さんの言うことはわかるんだけど、でも亡者だから殺してもいいのかって思うと、やっぱりためらいがあるっていうか。甘いわね。甘いな。私も甘いと思います。お姉様の気持ちはわかりますけど、でも賛同者なしか。そういえばみんな戦国時代の忍者なんだっけ。すっかり忘れてた。私を殺すのですか。困ったな。待って、剣
許してあげて。信玄ちゃん、こんなところにいたのですか。剣心ちゃんもちゃんと人の話を聞かなきゃダメでしょ。このお姉ちゃんたちはいいお姉ちゃんなんだよ。いいお姉ちゃんたち？そうなのですか。どうやら知り合いのようだが。信玄ちゃん、この人に話を聞くように言ってくれない？話を聞かなきゃ、その殺さなくちゃいけなくなっちゃう。だってどうする、剣心ちゃん。あ、はい、ちゃんと聞きますので。あ、なんですって。それじゃあ、あなた方は魔王の力を手に入れようとしているのではなくて、反対に魔王を倒そうとしているのですか。しかも紬さんが未来から召喚された調律の巫女だとは。なるほど、そう言われて改めて見れば気品と神々しさが感じられます。また適当ばっかり言って。それならそうと、なぜ言ってくださらなかったのですか。はあ、何回も言ったよ。紬お姉様、紬お姉様、今気づいたんですけど。ん？何？今気づいたんですが、この方たち、多分上杉テルトラ様と武田晴信様です。とても偉いお方ですから、あまり無礼な振る舞いは控えた方が。上杉武田謙信さんと信玄ちゃん。ああ、もしかして上杉謙信と武田信玄だったの。そこは授業で習ったから知ってるわ。戦国時代の名将じゃない。通りで二人とも強いわけだ。おや、遠い未来まで私の名が伝わっているのですか。それは嬉しいですね。どんな風に伝わっているのでしょう。それはその細かいところは覚えてないです。ごめんなさい。ほら、信玄ちゃん、ちゃんと勉強しないとこの人のようになってしまいますよ。お姉ちゃんのような人？ごん！その話は置いといて。謙信さんって呼べばいい？信玄ちゃんは信玄ちゃんでいいよね。ええ、それで構いません。それにしても戦国武将ってジャンルの人は本当に人の話を聞かないのね。ごめんなさい、そのことに関しては本当に申し訳ありませんでした。上杉様は何年か前にご病気で亡くなったとお聞きしました。どうしてこんなところにおられるのですか。この二人は亡者だと言っただろうが。いかにも、私はすでに死んだ身。しかしここは地獄なのですよ。あなた方のような聖者こそ珍しいのです。それはそうか。じゃあ謙信さんも信玄ちゃんも死んで地獄に落ちたんだ。紬お姉様、そんなはっきりと言わなくても。ああ、いいのです、事実なのですから。死んだ後、気がついたらこの姿で地獄に立っていました。上杉様は偉いお坊様だったはずです。なのにどうして地獄に。なんて、私もそれを考えたのです。なぜなら、私には地獄に落ちる理由がありません。心当たりが
一切ない。そう言い切れるのもなんだかすごいな。私だったら地獄に落ちたのはあのせいかも、それともこのせいってめっちゃ悩むと思うわ。であれば仏様が私を地獄に送られた理由が別にあるはず、そう思い至りました。そんな時この冥界が発生したことを知ったのです。誰かが魔王を復活させようと目論んでいると、ならばそれを止めるのが私の使命であるはず。それで魔王の祭壇を目指してるんだ。ケンシンちゃんはああ言うけどさ、生きてる頃に戦だなんだって何人殺したと思ってるの？二人とも地獄行きで当然だと思うな。そこは受け入れてるんだ。でも信玄ちゃんも何か心残りがあったんだよね。強い人と力比べしたかったから、もっともっと戦いたい。誰よりも強くありたいという純粋で無邪気な欲求が、死後今の信玄ちゃんをこのような見た目にさせたのでしょう。じゃあ謙信さんが女の人になってるのはどうしてなの？それは私の魂が美しいからに決まっているでしょう。わかりきったことです。微妙にそうとは思えないんだよな。何か言いましたか？何も言ってないよ。まとめると謙信さんの目的は私たちと同じってことよね。だったら魔王の祭壇まで一緒に行かない？それはお断りします。え、なんで？謙信さんくらい強い人が一緒だと心強いんだけどな。私たちだって少しくらいは戦力になると思うし。先ほども言いましたが、これは私に課せられた使命なのです。他の人の力を借りるわけにはいきません。仏様はそんなにケチくさいこと言わないと思うけどな。どうしてもダメ？ダメです。もし紬さんが私と同じ道を歩まんとするならば、いずれまたこの地獄のどこかで巡り合うでしょう。信玄ちゃんはどう？私たちと一緒に来ない？行かない。どうして？力比べの2回戦目もまだだったよね。お姉ちゃんたちはもう敵じゃないから。謙信ちゃんを助けてくれた恩人だもん。信玄ちゃん、それにお友達とは本気で戦えないでしょ。あ、信玄ちゃんが勝手にお友達だと思ってるだけなんだけど、迷惑だった？ううん、そんなことない。私たち友達だよ。よかった。これで心置きなく謙信ちゃんと一緒に行けるよ。謙信ちゃんは信玄ちゃんがいてあげないとダメダメだから。そっか。じゃあ残念だけどここで一度お別れってことなのかな。謙信さんも信玄ちゃんも魔王を倒したらまた会おうね。もちろんだよ。そっちのお子様とまだ力比べの続きをしなくちゃだし。もう友達とは争わないのではなかったのか？それとわらわの名前は。お子様とは友達じゃないもん。だから名前も覚えてあげない。ふん、そうか。もし信玄ちゃんに勝てたら名前覚えてあげてもいいよ。その代わり信玄ちゃんが勝ったら強制的にお友達だから、それでいい？うむ、よいぞ。約束だからな。うん、約束。ここからは別の道を行きましょう。
なた方にも御仏のご加護があらんことを。では失礼します。じゃあね、またね。なんだか不思議な人たちだったな。敵なのか味方なのか途中からよく分かんなくなっちゃった。きっとみんな同じなんだと思います。戦う理由が違ったりすれ違ったりするだけで。ただ戦わないという選択肢がないだけなんです。私たちには戦いたくないなら戦わなければいいのに。戦いたくなければ戦わなくていいなんて理屈聞いたことがありません。戦わなければただ奪われて殺されるだけです。それが私たちの生きている時代なんです。戦国時代っていうのはつくづくなんて言えばいいのか。ごめん、私の言葉じゃうまく言い表せそうにないや。でも紬お姉様は行動で示してくださいました。上杉様を殺さなかったし、武田様とお友達になられた。誰にでもできることではありません。いや、それは買いかぶりすぎっていうか、私はそんなに頭良くないし何にも考えてないだけだし。知っている。知った上でわらわたちは紬お主を信じて託した。後になって文句など言わぬ。みんなが信じてくれた分、助けてもらった分は調律の巫女としての使命を果たすことで返すよ。でもこうも思うんだ。魔王の祭壇に着いたら信長さんか謙信さんが全部終わらせておいてくれないかなって。私の出番とか本当にいらないから。もうさ、信長さんに何をしておったのだ小娘とか怒鳴られてそれで終わりでいいよ。そういうのが理想。お主なあ、そういうところもうちょっとなんとかならないのか。私は紬ちゃんのそういうところ好きよ。お姉様らしくていいと思います。そうやってお主たちが甘やかすから紬がつけ上がるのだぞ。分かっておるのか。まあまあまあ、私のことはどうでもいいからさ。ここを降りたらもう魔王の祭壇なんでしょ。さっと行ってパッと終わらせちゃおうよね。やれやれ、緊張感のないやつだ。これでも緊張してるんだよ。精一杯ごまかしてるの。それじゃあ行こうか。